シスタークレアのラジオクレアラモーみ皆さんこんばんはこのラジオのパーソナリティシスタークレアです <laughs> まず本日12月7日がお誕生日の皆さんおめでとうございます最近私皆さんに対してこうよりフランクな <laughs> たまにね行き過ぎてるかなって思うこともあってシスターとしてどうなのかなと思う時と皆なさんがね近い方が嬉しいって言ってくれる方もいたりしてでもなんかねたまにこうフランクに 話したくなる時もあるのよ <laughs> でもちょっとみんなとはねちゃんとずっと仲良くしたいからただし正しきじゃない <laughs> 親しき中にも礼儀ありでやっていきたいと思います。それでは今夜もお付き合いください。今夜も夜空にふふ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 ふ お送りいたします『二次三次』とクラスターの VR 脱出イベントナイトエスケープ時計仕掛けの二次三次日時は12月20日金曜日21時スタートチケットを購入してご覧くださいね果たして止まった世界から時を取り戻せるのでしょうか詳細情報は URL をチェックしてくださいねシスタークレアでしたシスタークレアのラジオクレアラモード改めましてこんばんはシスタークレアです皆さんは 最近気になっていることなどありますかやりたいこととか最近ねそんな話をする機会があってお話をしたりしてたんですけど私はね旅行に行きたいかな私あんまりお友達と こう旅行とかっていうのに行ったことがなくて、どちらかというと、こう、自分、一人でっていうのはまだないんですけど、家族だったりとか、そういう、中でしか旅行に行ったことがないので、ちょっとそういうのに憧れたりするんですが、まだ実現しなさそうで。<laughs> でも、こう、私、実は、この年になって、お友達の家に泊まったことがないんですよね。外泊みたいなのを旅行以外でしたことがなくて、なんかね、自分の気持ちなのか、それとも、何なのかわからないんですけど、 ちょっと人のお家に泊まらせていただくことへの抵抗みたいな、わかりますかわからないかなみんなそんなことないよね。なので、必ずみんながね、お家に泊まると言っても、私は帰りますね。<laughs> なんかね、 泊まれないんだよね、だからなんかお友達とこう旅行とか行けるのかなってなんかわからないですけどちょっとふと思いましたねでも夢はありますなんか行ってみたいなってちょっとドキドキしますよねこうぼんやり考えながらまったり喋ってしまいました今日もお便り頂い,いておりますので読んでいきたいと思います 水色さんから頂きました。ありがとうございます。クリア様こんばんは。こんばんは。毎日ラジオ投稿お疲れ様です。一日の終わりに癒しの時間を堪能しております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。12月になり、もうすぐクリスマスがやってきますね。私はここ数年、クリスマスの日に一年頑張ったご褒美ということで、普段買わないようなちょっぴりお高いケーキ屋さんで、 クリム、いや、なんで噛んじゃったんだろう。クリスマスケーキを買っています。いいですね。クレア様は、一年頑張ったご褒美に何か買ったりされますかとのことです。ありがとうございます。いいなぁ。こう、まあ、いつもね、私自分に甘いので、あんまりご褒美、ご褒美ご褒美ってしてるから、あんまり、 どうなのかなって <laughs>、クリスマスまで自分にご褒美をあげていいのかっていうのはちょっと迷いますけど。でも、やっぱり一年ね、頑張ったよっていうことで、こう、自分にご褒美あげるってすごく素敵なことですよね。なんだろう。もし自分にご褒美をあげるとしたら、何を買おうかな。そうだな。 でも今はなんか物が欲しいとかっていうよりもなんか時間だったりとかこう皆さんに会える機会だったりとかなんかそういう方が嬉しかったりしてなんかね今自分の欲しいものあんまりないんですよね <laughs> だから なんかもっと皆さんに会える機会とかなんか皆さんに喜んでもらえることをしたいかなぁなんか全然意味がわからない回答になってしまった <laughs> でもそうだな本当に本当に自分に甘くご褒美をあげるんだとしたらそうだなぁ 何がいいのかな餃子パーティーとか <laughs> なんか、私、寂しいのかな <laughs> ねえ、だから、何か、こう、もらいたいとか、食べたいとかっていうよりも、なんかみんなでパーティーとか、 したいですね。そんな風に思っています。<laughs> ちょっと考えておきますね、また、えー。じゃあ次。ジャスティンさんからいただきました。ありがとうございます。クレアさんこんばんは。今深夜にクレアラのアーカイブを聞きながらお便りを綴っています。というのも、私は最近長かった勉強の期間を経て、何度か公務員試験に合格し、就職活動を終えることのできたタヌさんでして、 あ今まで深夜まで勉強などしていたためこれから生活習慣を正さないといけないなと思いクレアラは生で聞きたいのを我慢して11時頃には寝床に入っているのですなるほどなるほどしかしここ数週間は眠りについてから23時間の間隔で絶対に目を覚ましてしまい就活のプレッシャーから解放されたはずなのにと悩んでいますうううんうん、うん。 アヤさんはとても健康そうなイメージがあり最近だとレジまでには寝てるようにしていますとおっしゃっていましたが今の私のような状況になった時期はありますかまたよく眠るためにしていることなどがありましたら教えていただきたいです。P.S. 最近お便りでも取り上げられたくさんいることが分かった受験生タヌさんへ「クララは心の支えになるから毎日聞こうね」とのことですどうもありがとうございますなるほど。 私正直こう確かにねよくよく寝ているんですけれどもこう、ゆっくり眠れたことってあんまりなくって大体そうですね。 あ、でも最近はよく寝てるのかなそれこそライバーを始めて、こう、シスターのお仕事と、本当に、こう、同時に進行していた時は、本当よくショートスリーパーだねって言われるぐらいに、3時とかに寝て、6時とかに起きたりとかっていう生活をしてたんですね。で、さすがにまずいなと思って、 ウクレアラを一緒に聞いてからみんなで寝るっていうこともそうだしまあ12時までには何か終わらせようっていう風うに思ってこう生活習慣をちょっと直して今は結構睡眠時間を取れてるんじゃないかなと思いますだからそうだなでも緊張とかね 眠れないことってありますよねちょっと私のケースとはちょっと違うかなと思うんですがよく眠れるようにしていること私目が悪いのであのー、寝る前とかは眼鏡をかけているんですねで見えなくなったら結構自然に眠くなったりして <laughs> だからゆっくりこう目をつむってあのー 本当に眠れなかった時は音楽を聴いたりして寝てましたね。クラシックとか、優しい、こう、あの、壮大なクラシックよりも、ピアノとか、ギターとか、バイオリンとか、そういう、あのー、複数の楽器で演奏されるものよりも、一つの楽器で演奏されてるものとかを、 聞いたりとか、あとはそうですねでもとにかくこうリラックスを心がけたらどうかなと思いますあとはねあのホットアイマスクをしていた時もありましたね皆さんから頂いた,だいたこうものを使ったりとか、まあ、ね緊張って どうしてもありますよね。一日でも早くゆっくり眠れる日が来ますように祈っています。ちょっと今日は話がバラバラとしてしまったんですけれども、皆さんお便り送ってくださってどうもありがとうございました。今日はね、ちょっとバタバタしていたので、こう、話がふわっと <laughs> してしまったんですけれども、 また皆さんからのお便りでおしゃべりたくさんしていきたいと思います。以上、普通のお便りのコーナーでした。そろそろ、今日はお休みの時間が近づいてまいりました。今日はコーナーできなかったんですけれども、このラジオではお便りを募集しています。概要欄のメールフォームから、送りたいコーナー宛てに送ってください。 それでは、また夢で会いましょうね。今日も皆さん、あらどうもー。この番組は、タヌさんのご協力でお送りいたしました。